民泊は日本を訪れる外国人の増加に伴って急増していますが厚生労働省の許可を得ずに短期間で何度も貸し出すことなどは旅館業法に触れる場合もあるほか衛生管理名や地域の住民とのトラブルなど課題も残されています政府は先月からルール作りのための検討会を立ち上げていて14日関係者からヒアリングを行いましたインターネットで民泊を仲介している会社は 空き家を活用することで、経済効果が期待できると訴えましたが、日本旅館協会の代表者は、対面での本人確認もなく、犯罪の温床になりうる、需要があるからといって、違法状態を放置すべきでないとしました。検討会は、来年の夏から秋をメドに、報告書を取りまとめます。